桃太郎電鉄シリーズ、桃太郎電鉄シリーズ、桃太郎電鉄シリーズは、鉄道会社の運営をモチーフにした、ボードゲーム形式のコンピュータゲームテレビゲームシリーズであり、桃太郎伝説の派生シリーズである。ハドソンの看板タイトルの一つであった。シリーズの累計出荷本数は1200万本を超えている。第一作目は、ファミリーコンピュータ用ソフトで、 1988年12月2日にハドソンより発売。監督は佐久間明、イラストは土井隆之。音楽はサザンオールスターズの関口和幸のほか、一部の作品には宮地和明や池武氏も参加している。株式会社ハドソンは2012年にコナミデジタルエンタテインメント、イカ系 d e j およびコナミに吸収合併され、 現在では、KDEJ 及び作馬がシリーズの著作権を保有している。様々なゲーム機向けに発売されたシリーズで、携帯電話用のアプリとしても配信されている。メディア誌などでは、多くの場合、桃鉄、桃鉄と略して表記されているが、初期の作品の説明書などや一部ユーザー間にて、現在も桃電、桃電と呼ばれ、 同中心開発スタッフの別シリーズである RPG 桃太郎伝説と混同されている場合がある第一作目のパッケージには桃鉄と呼ぼうと書かれておりカセットのラベルに至っては桃鉄の2文字しか書かれていない第一作目桃太郎伝説はゲームシステムとしては未成熟なものであり鉄道自体を購入できるなどゲームテーマも異なるものとなっているが この第1作目を評価するゲーマーや鉄道マニアもさは、実質的には第2作目のスーパー、桃太郎電鉄からが現行のゲームシステムのベースとなっており、以降のシリーズではキングボンビーなどの新キャラクターや新カード、新イベントなど様々な新要素の追加などが行われているものの、第1作目から第2作目の変化と比較すると、ルール自体大きな変化はしていない。 また、作品を覆うごとに、登場する物件益、物件数や、シリーズ定番のキャラクターとなった、貧乏人が引き起こす悪行などが増加しているほか、高額物件を中心に、価格のインフレが進んだ。例として、ゲーム中に登場する最高価格の物件、桃太郎ランドは、第一作目、桃太郎電鉄の50億円に対して、2010、タグマッチ。 2017では10兆円2000倍となっている。桃太郎電鉄はハドソン KDEJ の登録商標となっている登録数発見。第1作目以降1年から数年ごとに様々なハードで新作が発売されてきたシリーズであったが2012年2月1日配信の携帯アプリ桃太郎電鉄東海をもって 新作の開発が終了となり、23年余りの長寿シリーズに幕を下ろした。この際、佐久間は、ハドソンを、吸収合併した KDEJ に在籍する、社員との間に発生したトラブルにより、新作を作るつもりがないとコメントしている。一旦幕引きの図られたシリーズではあったが、2012年7月26日に、宝とミーアーツより、ボードゲーム、 桃太郎電鉄ボードゲーム、オードン電外師の巻が、佐久間監修のもと制作され、発売された。佐久間が、原点である子供から、大人まで、気軽に楽しめるボードゲームを作りたかったという思いを、宝アー,ーツが組むという形で実現したものである。日本編と世界編の2種類が収録され、ルールは、ボードゲーム向けにブラッシュアップされている。プレイ可能人数は2から6人。 2015年6月2日、佐久間がツイッターで正式にシリーズの終了を一旦は宣言した。この中では佐久間の提案に対し小波から何の連絡もなかったことが明かされている。これに対し小波側は佐久間と話し合いを続けているとしてシリーズ継続の意向を示した。またこれらの発言に伴い以前に構想していると語っていた東北復興編が すでに完成しているとが明らかにされた。その後、2016年9月1日に映像配信された、任天堂ダイレクト内で、任天堂 d 3DS 用ソフト、桃太郎電鉄2017立ち上がれ日本が任天堂より発売予定であることが発表された。およそ4年ぶりにシリーズが復活することとなり、2016年12月22日に発売された。 開発は、バルハラゲームスタジオが担当した。なお、時代に合わせてという目的で、桃太郎と貧乏神を除き、キャラクターデザインが変更され、その大半が、土井から、佐久間の友人、北見隆田森洋介、小出拓、海老名三つる、大川聖介、万丈太一、一本木版、名古屋明が作成したものに変更されている。2019年9月5日に、 映像配信された、ニンテンドーダイレクト内で、ニンテンドースイッチ用ソフト、桃太郎電鉄昭和平成令和も定番。が2020年に発売予定であることが、発表された。キャラクターデザインは同意が、競合他社作品を手掛けたことや、今後10年、20年とシリーズを続けていきたい、ことなどから、竹並秀幸に変更された。なお、今作では再度発売元が変更され、 ハドソンを吸収合併したコナミとなり、桃太郎電鉄シリーズは初めてコナミよりリリースされることとなった。これはコナミの統括プロデューサーの岡村のりきが僕の責任できちんと作れるスタッフや環境を整えるからもう一度チャンスは欲しいと佐久間を説得して実現したものである。佐久間とホリーユージで新しいゲーム話をしていた際に、 スゴロクをベースにしたゲームが作りたいという話題になった。さらに佐久間が心から尊敬していたというつつ義よ当時西武グループ会長の贈答買い取り、そのための鉄道を通すという理論を加え考えついたゲームが桃太郎電鉄であり、堀井が考えついたのがいただきストリートである。桃太郎電鉄は当初は桃太郎とは関係ないゲームとして開発されたが、 実際に作品名などを決めるにあたりすでにファミリーコンピュータ用ソフトとしてヒットしていた桃太郎伝説をもじて桃太郎、伝説都市、桃太郎などを登場させるに至った。舞台は基本的に日本全国であり一部の作品や特別モードなどの例外を除けばマップの構造はあまり変わっておらずしかしながら日本全国の交通網タイトル通り基本は 鉄道もをベースに強いるため、マップが非常に広く、作品にもよるが、端から、端までのマス数は60から100マス程度に及ぶ。世界観としては、豊かな日本に発展させる開発をするために、日本中を鉄道で回って、物件を買いかかるというものであり、こうした発想の源は、佐久間が鉄道の駅の隣で生まれ育った影響と、町おこしをしたかったことである。 ゲームバランスの基本は、おおよそ実力7割、運三3割を想定しており、実力の高い相手に対しても、ラッキーが転がり込んだ時にチャンスを生かしきることで勝てる、可能性を持たせている。その根底として、参考にしているのは、麻雀である。数字は、公式な作品番号。連歌版については表記していない。騎士名は、以下の略称を使用する。 PS2 版の媒体は CD-ROM である。FC イコールファミリーコンピュータ、フス、イコール PC エンジン、ギガバイト、グヴイイコールゲームボーイ、ゲームボーイアドバンス、SFC イコールス、GG イコールゲームギア、PS、PS2 イコールプレイステーション、プレイステーション2、GC イコール2、DS イコール Nintendo DS、PSP イコールプレイステーションポータブル。 3DS イコールニンテンドー d 3DS。2005年以降、携帯電話のアプリで遊べる桃太郎電鉄がハドソン。ただし、桃太郎電鉄、東海の S アプリ版、および EG アプリブルー版のみ、コナミデジタルエンタテインメントより配信されている。いずれのアプリも毎月1日のバージョンアップで、スリの銀次のイラストが変わるなど、携帯アプリ版ならではの要素がある。なお、 ナンバリングとしては、上記の桃太郎電鉄シリーズには含まれない。ただし、桃太郎シリーズ通算のナンバリングには含まれている。また、ハドソンの携帯サイト以外でも、以下の作品がリリースされている。宝とミーアーツより発売、第1作目、桃太郎電鉄、以下、初代のみ、大幅にルールが異なるため、ここでは、第2作目、スーパー桃太郎電鉄、以下、 スーパー以降の基本ルールを説明する。はじめに、プレイ人数、年数やターンの順番などのルール設定を行う。プレイ人数は、合計2から4人。一部の作品では、最大人数が3から5人で、人数が足りなければ、コンピュータに対抗してもらうこと可能。なお、コマとして使う、汽車、電車のものもあるの色は 1P は青、2P は赤、3P は黄、4P は緑。 5P は紫。設定後、最初に目指す。目的地が、ルーレットで決定され、ゲームスタートとなる。プレイヤーは、電鉄会社の社長となり、目的地を目指しながら、日本全国を回り、物件を購入しながら、収益を上げ、総資産で勝敗が決まる。色が記載されていないマスは、原則的に白地、陸路と、航路、空路などを結ぶ位置にある駅。 到着すると多額の援助金がもらえる。持ち金と並んで総資産の大部分を占めるもの。物件駅一つにつき、作品にも夜が3から16件程度用意されていることが多く、持ち金と未購入物件がある限り、一度に何件でも買える。購入可能な物件は白文字で表示される。緑文字は購入済み、または今月の増資不可。青文字は 他人が購入済み、売り切れ、赤文字は資金不足を意味し、いずれも購入不可能である。購入した物件は売却や災害、妨害キャラクターなどによって手放すことになる場合がある。所有権が白紙に戻った場合、それまでの増資はすべて無効となる。イベントでの駅や物件の破壊は、基本的に物件の所有権を白紙に戻すことを意味し、 物件そのものが本当に破壊されて消滅することはない。所有している物件に応じて通常の収益以外に臨時収入などの利益が別に発生することもあれば物件を手放さずに済む程度の規模の損害イベントで持ち金を失うこともある。ゲーム中に登場する物件は作品にもよるが以下の6つの業種に分類されることが多い、下記の分類になったのは3より 長野オリンピックや愛、地球博など、時事的なものも作品により扱っている。三章は、ゲーム終了時に、以下の物件を一番多く持っていたプレイヤーに対して、与えられる賞の総称である。ゲーム終了年数に応じて賞金が送られる。15で廃止された。シリーズ通して、ほとんどの作品にて、岡山駅に登場する最高額物件。架空の物件であり、 ジャンルは、観光物件。ゴールドカード、プラチナカードなどでの割引や、クレジットカードによる分割払いや、おいどんや、歴史ヒーローの手助けによって入手することはできないため、購入するまでには、かなりの年数がかかる。購入特典の他にも、一部の損害系イベントで、物件を処分させられる時に優先順位が後回しに、される特典があり、特別に優遇されたシンボル的存在といえる。 もともと、ゲーム進行の最終目的という狙いで登場させている物件であり、事実、初代 X では桃太郎ランドを購入すること自体を目的にしたモードが存在する。しかし本物件を購入した後も、否定年数までゲームを続けたい、プレイヤーのために収益率アップの特典を設けたとのことで、簡単には手放さないようにした仕様もこうした背景から来るものである。 2017では立ち上がれ日本にかけて大船渡に桃太郎復興ランドが1兆円で登場している。本シリーズに登場する物件の中には実在する企業や施設の名前をもじったパロディがある。携帯アプリ版シリーズは地方色あふれる物件が多いためパロディの数も多い傾向にある。一例を以下に挙げる。これらの他にも パロディではないが実在する企業や施設のジャンル名をもじったものもある。また、物件以外にもパロディは多数存在する。サイコロを振る代わりにカードを使用し、カードごとの効果を発揮する。基本的に、カードの使用で1ターン終了となるが、作品によっては使用してもターンが終了しないカードも、ある。入手方法は、キマスで拾ったり、カード売り場駅で購入したり、 イベントで手に入れるカードを使うと通常より早く進めたり、他のプレイヤーに様々な攻撃を仕掛けたりすることができる。また手に入れた。その場で効果が起きるカードもある。一人のプレイヤーが持てる。カードはハッピーまでが6枚 ds 版携帯アプリ版が8枚。それ以外は移動に関する進行形と、それ以外の便利系にカード欄が分割され7から。 V では5枚ずつ、計10枚。X からは便利系のみ8枚になり、計13枚。一部のカードは進行形、便利系のどちらかの分類にランダムで入る。USA では、スペースボンビーによって、カードの持てる数が一時的に減ってしまうことがある。カードシステムが導入されたのは、スーパーからだが、2までは、漢字が使われていなかった。例、休行カード、休行カード。 後期の作品を中心に複数の作品に登場するカードを解説する。なお文中にあるカードの効果などは複数の作品の設定を元にしているため、すべての作品に当てはまらない場合もあることをあらかめ記しておく。サイコロの数の増加、指定の数だけ移動、ヘリで長距離移動など、主に移動を補助する効果を持つ。主に他のプレイヤーの行動を制限したり、 持ち金などを奪う。主に相手プレイヤーからの攻撃や、損害系イベントの損失などから身を守る。主に持ち金を増やしたり、お得な物件購入ができる。取得した本人に不利益な効果が生じる。一部を除いて、ほとんどが、使用、売却、破棄が不可能。カード交換カードで、相手と交換したり、シュレッターカードで粉々にしたり、口実の、 ウイルスカードや貧乏神の悪行などを逆利用して処分することやカードバンク駅に預けて被害を食い止めることは可能。特定のマスで入手可能で個性が強い。種別問わずペペペマンからもらえるものを劣記する。被害系イベントの一種。多くはターンの最初に発生する。対象都市の物件を持っていると被害額を支払うことになるが、 基本的に物件の所有権自体が消滅することはない。BGM はほとんどが天変地異である。15からは台風や噴火の発生率が下げられた。災害は以下の例がある。桃太郎電鉄シリーズの BGM は種類が非常に多く、1作品につき80曲から90曲近く収録されている。デラックスオーベースに作られた。 セガサタン用ゲーム。佐久間は開発に関わっていないため、桃太郎電鉄シリーズとして認めていない。詳しくは桃太郎道中期を参照。桃太郎電鉄モバイルラリーは2004年7月17日から11月7日まで、長崎県佐世保市内全域、またはハウステンボス内で行われた企画である。参加資格は、 メール機能とインターネット閲覧ができる携帯電話を持っていることで参加するためには参加者登録、有料をする必要があった。参加者はハウステンボス内のアニメワールド、または佐世保駅にある佐世保観光情報センターをスタートし、ハウステンボス内14カ所か佐世保市内8カ所のラリーポイントをめぐる。スタート時に受け取る。 IC カードをラリーポイントに掲示されているポスターにかざすことで手元の携帯電話にメールが受信される。そこでクイズやゲーム、イベントをこなすことによって資産を増やしていく。ただしすべてのポイントを回る必要はない。再びアニメワールドか佐世保観光情報センターに戻りゲームを終了すると桃太郎電鉄オリジナルストラップがもらえる。貧乏神やすりの銀次。 大阪のおばちゃんといったキャラクターも出現する。桃の陣は、桃太郎電鉄の15周年記念として、毎日放送で2003年より放送されている、テレビ番組である。新作の発売直前に放送され2004年より、CM キャラクターを務めている、陣内智則、若月千夏のほか、剣道小林、バッファロー五郎らが出演する。 2008年4月23日、各放送から抜粋したものが、セレクト桃の陣、として DVD 化された。サイコロを任せ。桃鉄の旅は、スカイパーフェクト TV、一部ケーブルテレビ局の旅チャンネルで、2006年12月3日から放送されているテレビ番組である。佐久間、鉄友らが出演する。なお、2007年12月11日からは、 続編、新シリーズとしてご当地グルメバトル。桃鉄の旅も、同じく旅チャンネルなどで放送されている。桃太郎電鉄桃太郎ランドは、飲食店に置かれているサップリ場で遊べる桃太郎、電鉄シリーズから派生したゲームである。日本全国の地理や雑学を題材にしたクイズゲームや、ショッカー親が登場するミニゲームを遊ぶことができる。 ゲームの名前は、桃太郎電鉄に登場する物件、桃太郎ランドから。桃鉄物産館は桃太郎電鉄内に登場する、日本各地の名産品を注文し購入できる、携帯端末用ウェブサイトである。貧乏が去る増長金箱や、桃鉄人形焼きなど、桃太郎電鉄内のキャラクターから派生した商品も、購入できる。2006年6月1日にオープンした。 7発売記念7大イベントの一環として企画されたトレーディングカードゲームである。7のソフトにはトレーディングカード3枚が同梱されており、取扱説明書にも予告のみ書かれてあったが、計画はとんざし、幻のゲームとなってしまった。これも、佐久間は関わっておらず詳細は一切不明。7発売記念7大イベントの一環として企画されたキャンペーン。 日本中から手紙、はがき、電子メールで、貧乏な体験談を、募集、対象には100万円が送られた。応募総数は1万2千通を超え、大半は切実で身につまされるような内容だったという。部位の際にも、ボンビー対象リターンズとして開催され、賞金は101万円にアップした。7の初回特典としてついてきた、ポーコトション専用ソフトである。 ミニゲーム集。V の初回特典としてついてきたポーコトション専用ソフトであるミニゲーム集。これで遊んでクイズに正解すると抽選で300名に桃鉄 V ポカポカセット湯煙編、洗面器、石鹸などお風呂グッズ一式が当たった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。